自分の問題を解決するためには人の問題を解決すること、まさにねいい言葉ですよね。自分の問題、そうですね、借金の問題とかこれだけ収入欲しいなっていうふうに思ったその問題を解決するためには誰かのね問題を解決してあげて、そしてありがとうって言われてそれに対する見合った報酬をいただくっていう形が最もいいのかなと思います。要するにね、世のため人のために何かしたいっていうことではなくて、自分の問題をまず解決すること、世の中のお荷物にならないこと、70億人分の自分一人が世の中に迷惑をかけないことが何よりの社会貢献なんですよね。で、私はねそういうふうに考えます。で、自分のことがまあまあできるようになったら、今度は家族のこととか両親のこととか近所の人のこととか考えて、その先ですよね、もっともっと世の中の誰か、恵まれない子供たちとか、なんかどっかで起きてる戦争の被災者とかね、こういったことを考えるのもっと先なんですよ。だから自分のことを一つ解決できないのに、まあ、社会貢献とかね、世の中に貢献したいなんてことを、まあ、言うのも自由なんですけども、具体的ではないんですよね、なかなか。だから世の中のことを貢献するんじゃなくて、自分自身のことをまず貢献すればいいのかなと思います。で、ここでちょっとね私の話になりますけども、ここ3日間でね速稼塾の新規入塾生が3名いらっしゃるんですよ。いらっしゃったんですよ。入金が終わったんで入塾完了ということなんですけども、この3名の方、お一人が頭金3万円、残りのお二人が満額30万円という形で参加してくださいました。本当ありがとうございます。で、ここで言いたいことっていうのは、自分の問題を解決するために他者の問題を解決することにちょっと似てるんですけども、自分の所得っていうのは自分にその所得とされている誰かの所得っていうのは誰かの支払いですよね。その誰かの満足度がそのまんま支払いの金額になって、それが自分の所得になってると私は思うんですよね。だから誰かをどのぐらい満足させたのかっていうバロメーターが入金のバロメーター、金額というバロメーターになってる、これがイコールだと思うんですよ。まあ、ですんで、ある人は今回久保さんとの関わりはまあ3万円かなっていうふうに結構ねシビアに見てらっしゃる、もしくは私の発信がまだね足りなくって受け取りきれてないところとか、私が伝えきれてないところ、その方が解決してほしいことがまだ解決できてないっていう部分があるんで3万円でスタートなのかなと思いますけども、お二人の残りのお二人の30万円っていうのはかなりの解決ができたんで、いやーもうね30万円以上の本当にねエネルギーもらいました、資金をもらいました、稼がしてもらいました。どんな理由か分かりませんけども、だからこの金額でもう30万って設定されてるんでマックスの金額いきますみたいな感じだと思うんですよね。ですから私はこれをありがたくいただいて、あ、何々さんにはこのボリュームで満足度が伝わったんだな、何々さんにはあまだこのぐらいだから重点的にやらないといけないなっていうふうな、こういうことを考えていくわけなんですよね。で、それが自分の問題を解決することが、まあ、他人の問題、誰かの問題を解決することにもすごく似てるんではないかなと思います。昔ですねサラリーマンやってる時こういうことを言われたんですよ。自分の給料に安いと感じたら、それはお客さんが、あ、お前が作った商品に対して安いとしか感じてないんだってことなんですよ。そうですね、これかなり説得力があって、お客様が、あ、これ5000円って値段がついてるけど、これはねすごく価値のあるもんだな、5000円だったら払ってもいいわと思って5000円ドーンと払うと、それが積もって、それを作った従業員さんの給料に跳ね返ってきますよね。でも従業員さんが安いものしか作れない、価値の安いものしか作れない、価値の薄いものとか、お金をまあまあ安く払うんだったらいいかなみたいな、そこそこのね二足三ものものしか作れない自分の値段スキルだと、そういうふうな能力だと、やっぱり返ってくるものは安いよねってことなんですよ。まあ、ですのでビジネスをやっていく以上ね、高い、価値を生み出せるようになれば高い収入もやっぱり取っていける、一商品で20万30万っていうのもやっぱり作っていけると思いますし、そうでなかったら500円1000円の作るのでもなかなかねさばけなくなってくるっていうところがあるのかなと思うんですよね。はい、そういうふうなね事例を交えて今回お話したんですけども、そうですね、なんか自己紹介でまとめましょう今回は。で、多くの方の自己紹介を聞いていると、大きな特徴に気づくんですよね。それはですね、自分がやってきたことを並べたりとか自分の肩書きを並べるのは ある意味自己紹介の王道だと思うんですけども、その後でなんかわかんないけどよろしくお願いしますってまとめてしまうんですよね。まあ、これが大筋の自己紹介だと思いますけども、今私が自己紹介をするとしたら、絶対にですね YouTube のチャンネル登録者数がこれだけいますと、だいたいこういうふうに、私の動画を見てくださる方がいます。そして私の動画をどのように活用してます、要するに誰か商品を持ってる人がいたらその人を紹介するために媒体を作るのがみんな苦手なんで、僕は媒体先にできたんで、そこで皆さんの広告戦略に、私はね無償で、やらせてもらってますよと、出たい方はどうぞ申し込んでくださいって形でお話しするんですよ。
明確ですよね。久保哲郎をどういうふうに使い倒せばいいかってことが明確なんですよね。だそのぐらいしか私は今のところできないんで、そういうふうな自己紹介になるんですけどね。それで申し込んで来られる方はやっぱり一生懸命2人でね、作戦組んだりとか、その商品が本当に私の視聴者さんに必要とされているものなのかってことを考えて、実際にプロジェクトかかるかどうかっていうのを検討します。その上で私を使い倒して、久保哲郎を使い倒して、タダで使い倒そうとする人はタダで使わせてもらいますよ。私はね、タダでやりますよで利益が生まれても全然、あ、久保さんにはお世話になったけど、まあクッキーでも持ってきゃいいかなって方はクッキーだけいただきますよ、ね、でもうありがたかすぎてもうどうしようもないんで、利益の半分受け取ってくださいみたいな方は、なんですかね、紹介料としてこれも毎月ね、私のところに入ってくるんですよね。私が紹介料設定したわけじゃないし、紹介料とかギャラの話なんで全くしないですよね。吉谷さんにもそうですけども、一緒にプロジェクト組むときに俺の取り分はなんて話しないですよね。むしろ自分の旅費も自分で出して、自分の経費も自分で出して、時には誰かにおごってみたいなのを繰り返しながら、ちゃんとなんかね、自然に振る舞ってるだけで元が取れるような結論になるんですよ。もちろん元が取れなくてもやりますけどもね、うん、だからね、なんかね、自分の歩く姿や話す姿や何かをする姿が常にこうね、誰かに対して、輝きを帯びているものとか価値を帯びているものになっていけば、何もしなくても何かが成し得るということになるのかなと思って、そこをね目指したいなと思うんですけども、あんまり目指してないかもしれませんけどもね、だから吉谷さんの動画がね、何でもかんでも再生されると、もはやゼロ操作、ゼロ再生の動画っていうのはないと思うんですよ。何を作っても再生されますよね、うん、だからそこら辺にも、あ、吉谷さんならなんか何かをやってくれるかもしれない、もしくは内容は何でもいいからクリックして再生したいみたいなね、そんな吸引力をお持ちなんではないかなと思いますよね。はい、ではまとめさせていただきます、本質とはやっぱりたくさんやることかなというところでございます。それでは失礼します。